明日はついに結婚式か。晩年男見る目なさすぎって言われた私がついに。おいおい、場所。ああ、一体何何これ。キャー、くらえ。場所場所。キャー。やったやってやった。私の名前はアズナ。恋人であるショートの結婚を控えているはずだった。結婚式前日の夜、何者かに襲われた。先生、これはエンさんですね。エンさん、顔と特に背中、それに殴られたあざもたくさんある。そんな、私の顔は、キャー。鏡には腫れた頬、ただれた皮膚、大きなあざが映っていた。そんな、明日は結婚式なのに。とりあえず応急処置を行います。私は警察に被害届を出したが、夜の人気のない道ということもあり、犯人はまだ見つかっていない。翌朝帰宅すると、ただいま。遅かったじゃねえかって。いやー、ゾンビー。どどどど、痛い痛い、殴らないでやめて。はあ、アスナ、え、何その顔、キモすぎない。昨日、誰かに襲われて。うわー、ちょ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 、キメキメ、近寄んじゃねえよ、顔面ドロドロくるモンスター。ドーン。ショウは私を思い切り突き飛ばした。ひどい、どうして。今日は結婚式なのに。いや、できるかよ、俺お前とは結婚しねえから。な、何を言ってるの。当たり前だろ、イケメンの俺様がお前みたいなあざだらけのキメバケモンと結婚できるわけねえだろ。嘘でしょ、結婚式当日よ。式場で美男と野獣のミュージカルでもしろってのか。そんなのごめんだぜ。ギャッハハハハ。招待客はどうするの。キャンセル料は全部てめえがなんとかしろよ。化け物に変身したお前の責任なんだからよ。二度とそのキモいグロい面俺様に見せんじゃねえぞ。ずっと見てたら俺様の綺麗な顔まで化け物に近づいちまいそうだからな。じゃあな。ちょっと待って。うっせえ、今すぐ出ていけ化け物。ドン。キャー。ショウは私を蹴飛ばして家から追い出した。その後、ショウは失踪してしまったため、招待客への謝罪、式のキャンセル料など後始末を何もかも自分でしなければならなかった。しかし口座を確認すると、ないない、貯金もお父さんの遺産の1億円も1円も残ってない。まさか。私はショウに急いで電話をかけたが、電話には出なかった。数ヶ月後、家のポストを覗くと、これは結婚式の招待状でしょうから。今度こそ色々と請求してやる。私はこれまでのことに腹が立っていたので、式場に足を運んだ。すると、うっそマジ、1億丸々かっさらったの。楽勝だったよ、あの化け物は俺様に夢中だったからな。まあ化け物にしたのはリコだけど、って最初から化け物同然のブスだったけどね。それにしてもリコはいつもいい匂いだな。くんかくんか。だってこれはフランスでしか手に入らない一点物の香水だもん。リコと結婚して起業して金も手に入れて、今が人生で一番幸せだぜ。私も。可愛いな、リコ、愛してるよ。私も。キュッ。嘘でしょ、この香水の匂い、今の話、ショウは浮気相手と共謀して私を襲ってたってこと。私は泣きながら式場を飛び出した。ん、あれって確か弟の前のアスナ。ルカも気になってたんです。おお、急に出てくんなよ、気配なさすぎだろ、殺し屋かよ。半分当たってるかも、可愛すぎる殺し屋ウェディングプランナー的な。アスナさん、顔中あざまみれだったよ。は、一体なんで。結婚式の1週間前に見かけた時はあんなあざはなかった。式がキャンセルされる数日前の間に何かあったって証拠だよ。事故とか。いや、式がキャンセル、そしてショウにはすぐに再婚相手、そして大量のあざ、何かおかしい。何の話してんの。何の話。社長。するとそこにミサの会社の社長新田が現れた。ああ、社長心配すんな、これは社長にちーっと難しい話でな。ほーら、新田ちゃん、ネギだよ、ネギあげるからこれ食べておいて。俺のことなんだと思ってんの。実はカクカクシカジカすってんコロリンポンポコリンってことで。ハル、社長は大好きなネギの栽培とビジネス以外の難しい話聞くと頭痛で頭がおかしくなって三日三晩逆立ちしちまうんだ、やめてあげて。だから俺のことなんだと思ってんの。実はそのことで俺も気になってたことがあったんだ。気になってたこと。ああ、実はショウ、新しい事業を始めるらしいんだ。
アスナさんと婚約してた頃は借金まみれだって言ってたくせに。しかもあの婚約者が副社長に就任するって。何か黒い匂いがするね。クンクンクン。確かにドキュンの香りが。クンクンクン。事件の匂いが。クンクンクン。いい加減にしなさい、全力よきとりよ。春に考えがある。考え？ゴニョゴニョゴニョ。ママはゴニョ、ルカちゃんはゴニョ、アラタはネギ。ガジャ。俺はなんて？ネギ。こうして3人は春の作戦を実行した。おお、リコじゃねえか、チース。ショーの取引先の会社で働いてるお姉さん。なあ、ショーの元婚約者のこと知ってるか？さあふーん、なかなかの警戒心だな。私もちょうど皮膚科から帰宅中だった。すると、あいつだよ、あいつ。え？いや、やっぱリコは前の婚約者より美人だよな。お姉さんもそう思う？あのバカあざだらけで気っしょいのなんのってな。いや、リサさんまで。みんなひどい。お、顔面ぐちゃぐちゃあざ女が逃げてったぞ。なあ、今日飲みに行かねえか？おごってやんよ。マジで？しゃあ、タルサンバの酒持ってこい、飲み干したら。かかったな、クソったれけどが。その頃春は。おじさん、遊びに来たよ。おお、春。かわいいめいっ子だから家に入れて。いいよいいよいいよ。あー、かわいい。チューしていい、チューしていい。あー、かわいい。興奮してきた。あはは。クソキモ公衆ロリコンゴミクズ公衆ゲロゲロジジしんどけ公衆性犯罪予備軍、マジで誰かこの公衆ジジ毒殺しろ。お、なんかたくさん伏せ字がある悪意を向けられたような。おじさん、腹減った。ん？あ、そうだ、おじさんのへそごまでも食べる。ぶち殺すぞ。マスカットケーキ食べたい。え、でもケーキ屋は結構遠い。買ってこい。年下に命令されるの、なんか興奮する。買ってくる。ボトン。ショーはもぞもぞ気持ち悪い動きをしながら興奮して出ていった。ゲロゲロゲロ、クソ気持ち悪い。それよりさっさと調査しなきゃ。今に見てろよ、ゲロゲロ。その夜、みんなはグループラインで連絡を取った。ターゲットはホンダラブサイクリク、おおむね完了。ゲロキモクソロリコン妖怪へそごま詳しく口草変態じじい、誰か殺せ。ハルちゃん、任務報告じゃなくて怨念報告になってるよ。ルカがやっちゃおうか。こっちの女もよろしく。ビーヤビーヤ。やったし。おい、なんだそのジュルルのスタンプって。ハル、任務はどうなったんだ？アホンダラジジイ、おおむね完了。ただしターゲット B は自宅には見つからず、職場と思われる。ルカのお仕事の出番だね。うん。殺すなよ。殺せ殺せ。おい。それから数週間後。いや、まさかプランナーだったあんたが俺の秘書になりたいだなんてな。採用していただいて嬉しいです。まあちょうどいい。俺様は機械に滅法弱いんだ。とりあえずこの辺のを片付けといて。え、なんだね君これは。あ、これは舐めた罪人の頭を2つ入れてネジを回すと、チューしたまま押しつぶすおもちゃ。使ってみます。パタン。作戦成功。ポチポチ。そして数日後。ピンポーン。はい、どちらさん。おい、アスナ、ちょっと話がある。ユニコの人たち話って。リサさんはあの時私の悪口言ってたくせに。あれは本当に悪かった。これで許してくれ、けじめとるから。え、うらうらうら、謝罪の証。ボン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 。いや、ちょっと待ってちょっと待って、セルフ顔面ドラムやめて。ミサは顔面土下座ドラムを奏でた。ママ、脳筋にも程があるよ。そうだ。みんなね、アスナちゃんの仇を取るためにいろいろ行動してたんだよ。え、実は私はみんなからこれまでのことを聞いた。そんな、みんな、私のために。私、そうとも知らずに。ごめんな。いいって。ボンボンボン。ことよ。ボンボンボン。いいよ、笑顔で土下座ドラムするのやめて、不気味だから。もう許すから。脳筋ミサードンはほっといて、話がある。話？ショーが元モデルのリコとアパレル会社を起業したのは知ってるよな。来週、あいつの新事業発表パーティーがある。そこを狙う。襲撃じゃん。みんなガトリングガン、手榴弾、ロケットランチャー、サブマシンガン装備しろや。盛大なパーティーになるよ。いや、こっちが逮捕されるやつ。まあ、脳筋とサイコパスの冗談として。はぁ？そこで俺に考えがある。ゴニョゴニョ、ネギうめー、ネギうめー、ネ
ってわけ。激しく意味わからないけど、なんとなく察したわ。今のでネギがうまいこと以外に何がわかったの？そしてショーの新事業発表パーティー当日。ったく、あの二人はどこに？ブル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 。ようこそ、お集まりのブサイクの皆さん。ヘリ？突然ショーとリコがヘリで登場し、マイクで話し始めた。それでは下々のもの、新事業を発表する。ショーとリコが会場にある大スクリーンにプレゼン資料を移し、ヘリからマイクで話し始めた。まずこれが今度俺様たちがリリースする T シャツだ。おお、この T シャツのデザインは何をモデルにしてるんでしょうか？いい質問だ、底辺。これは絶世の美女であるわしと超絶イケメンである俺様がチューしてるシルエットだ。は？海外ではこういう大胆なデザインが好まれるんだよ。日本とは違いスケールがでかいからな。なるほど。いや、他よ、どう見てもクソキモ T シャツだろ。リコはトップモデル、海外のブランド事情にも詳しい。その証拠にこのブランドが認められ、海外から1億円の資金調達まで成功させた。おお。わしは貧乏な時も辛い時も昔からずっとショーを支えてきた。俺は何年も前からリコと共にリコ一筋でここまでやってきた。そして昔からの念願の結婚を果たした。純愛。そんなわしらの純愛ストーリーの思いが詰まったわしら美男美女の美の象徴 T シャツ、リコ&ショーが売れないはずがない。いや、爆発的ヒット間違いなしや。てめえらわしらに投資しろ。おお。ほら、たたえろクソども。リコ&ショー、リコ&ショー、リコ&ショー、リコ&ショー。あー、もう我慢できねえ。何が純愛ストーリーじゃ、何が美の象徴じゃ、何がリコ&ショーじゃ。このゲス&コミクスオブツコンビどもが食らえよ、超高速180キロ粛清ノックじゃ。おらママ、出番はまだだよ。いや、フライング金髪ストロングやめえ。リコ&ショー、リコ&ショー、コキンコキン、バーン。うわっ、突然調子に乗りまくってる妖怪調子乗りすぎどもに、ミサがバットでボールをぶち当てた。くそ、誰だよって。は？姉ちゃん、君は新田君とこの社員。騙されてんじゃねえよバカども。純愛も1億円資金調達も何もかも嘘どころか、あいつらは害悪化けの犯罪者じゃ。突然のミサの暴露に会場はどよめいた。それでは今から可愛い可愛いイルカと脳筋破壊マシーン金髪ストロング、大人顔負けのハッカーのハルちゃんによるドキュン制裁暴露ショーの始まり始まり。はぁ、あいつはこの間雇った秘書。おい、ヘリを下ろせ。はーい、はいはーい。さっさとしろカス、あいつボコボコにしてやる。するとリカたちがスクリーンに PC をつなげ始めた。まずは行けミサードン。うおー、いや、マジでドラゴンみたいになってるし。弟にはアスナっていう婚約者がいた。でもな、前日に何者かに襲われて顔中あざまみれになった。襲われた？犯人は誰だって？上でふんずり返ってる顔面性格もろもろオールブサイク選手権100点満点のクソリコだよ。これが証拠じゃ。おら、ミサはスピーカーでボイスレコーダーを流した。なんで私が賞を略奪できたか？てか、てってか、あちが元婚約者のアスナ、てか夜中に演算ぶっかけて妖怪顔面あざまみれにしてやったからだよ。顔面に大量にかけてやったさ。しゃあ、嘘だろ。はい、粛清証拠爆弾ドン。これは言い逃れできませんね。リコは慌てだし、ヘリからマイクで叫び出した。くっそー、あいつそれで私に近づきやがったのか。バーカバーカ、イエーイ、酔っ払いバーカ。いいよ、小学生か。あいてめえ、さっさと降りろよ。さっきから何ブラブラしてんじゃボケ。あはは、今降りてますって。ちょっと待ってくださいよ。お次は？はいはい、春だよ。皆さんこれ見てみて。春はスクリーンに銀行口座のデータを移した。子供が一体何を。これが元婚約者のアスナさんの口座。1億円がなぜか謎の匿名のプライベートバンクに移されてるでしょ。確かに。そしてこれがゲロキモショーのプライベートバンクの口座データ。ほら、同じ日にアスナさんの口座から1億円送金されてる。嘘だろ。てめえどうやって ID とパスワードを。お前みたいなチンプな単細胞が考えるパスワードなんてせいぜい5万通り、1時間もあれば解読できるわ。バーカバーカ。1時間？くそ、ケーキ買いに行かせた時か、クソガキめ。おいおい、これ泥棒とか可愛いレベルじゃねえぞ。やばいぞこれ。ついでにこれもどうぞ。あるちゃん可愛い。したい。
ゲロゲロゲロ。はーい、久々の本格発揮もすんぎ。ゲロゲロゲロ。ゲロゲロゲロ。てめえ、クソ弟。私の娘によくも。お前らが取引しようとしてるやつはデンジャラスロリコンクソキモ犯罪者予備軍のえげつないグランプリ優勝のバケモンだよ。クソ。おい、何さっきからぐるぐる同じとこ回ってんだよ。降りるどころか上がってんだろ、ボケ。さっさとしろ。もうすぐ、もうすぐっすよ。最後は、可愛すぎる美人秘書による犯行計画の証拠です。すると今度はリカがスクリーンに LINE のやり取りを映し出した。クソアスナは明日終電で憂鬱駅から降りてくる。マイケル通りは人が絶対にいないから、そこで塩酸かけろ。了解。1億は ID もパスワードも突き止めたから楽勝。じゃあアスナ塩酸ぶっかけ1億略奪大計画スタートじゃ。おいおい、これまでの計画が全てアホ社長とボケ副社長の犯行計画のやり取りだよ。くそ、てめえそれで俺の秘書に。おい、てめえ卑怯だぞ、犯罪だぞ。そっちが採用したし、そっちがパソコン整理しろって言ったし、仲悪くないもん。おろせ。うわあ、さん、突然ヘリが急降下し乱暴に着陸した。皆さん違うんだ、落ち着いて。おい、てめえら、あれはどういうことだ。説明しろ、カスタモ。これは嘘なんだ、全部でっち上げ。いいえ、これは全て本当のことです。するとそこへ私とあなたが登場した。あなた社長、この傷を見てください。これはひどい。おい、てめえ、あなた、お前もグルだったのか。お久しぶりぶり。いや、昔見た時は納豆にネギ入れる派だったから絶対に味方だと思ってたのに。裏切り者、このクソゲド。いや、何その敵味方の基準、カバカバすぎない。お前、こんなキモいぐちゃぐちゃ顔面女の味方してんの。勝者の社長がダッセーな。黙れ、今度アスナの悪口言ったらミサにチクるからな。いや、子供かよ。ミサとルカにチクるからな。いや、それ史上最悪の罰でしょ。半殺しじゃ済まない 9.999999 割殺しでしょ。いや、それほぼ死んでない。アスナは本当に素晴らしい女性なんだ。ああ、もう俺は我慢できない。アスナ、結婚してくれ。いや、告白のタイミングおかしいだろ。 KY 通り越して KZ とかだろ、この人。空気絶対に読まないってこと。でも、その、嬉しい。いや、アスナも照れてんじゃねえよ。ってことで、これが全ての証拠です。クソ野郎が、俺は取引やめるからな。待ってくれ、話を聞いてくれ。黙れ、犯罪者に投資する金なんてねえよ、バーカ。はい、全部パー。あとは警察に連絡するから、さっさと豚箱に。は？警察？クソ、全部てめえがチクったせいだ。わしらの幸せ奪いやがって。死ねえ。人の幸せ奪ってんのはてめえらの方だろうがよ。アスナの心と顔の傷の上に成り立ったクソみたいな幸せなんて私がぶち壊してやんよ、おら。ブーン、ブーン。リコとショウが私に襲いかかろうとした瞬間、ミサが二人をヘリの中に投げ入れた。早乙女兄弟、急上昇だ。一気に高度4000メートルまで行ってくれ。いや、今度は空で制裁下すの。まだカオスな展開になってきたよ。ラジャ、いや、ヘリの操縦士早乙女兄弟だったの。計画通り。はあ、どうなってんだ、おろせよ。心配しなくても、おろしてやんよ、てっぺんでな。いや、死の粛清スカイダイビング怖すんき。ヘリは急上昇し、高度4000メートルに到達すると。新田社長、本日は早乙女スカイダイビングをご利用いただき、あざーす。新田、変な操縦士だと思ってたらてめえの仕業か。姉ちゃんまでクソ。あらよ、てっぺんまで来たぜ。罪人ども準備はできたか。さあ、空の粛清旅だ。高い高いしてやんよ、行くぜ。しょうもない脅ししてんじゃ。本当だよ。ルカがヘリから罪人2体を蹴り落とした。いや、さすがピンカードもサイコパス、急に蹴り落としたよ。ちょっとドキュンと駆け引きせ。みんな続くぞ、ドキュン制裁スカイダイビングだ。罪人でも待ちやがれ。うおー、ヤッホー。新田さん興奮してるし、アスナも行くよ。いや、私は。いいからいいから、怖くないよ、ほら。え、意外と楽しい。やっほー。私もルカに引っ張られ空にダイブした。うわ、助けて、俺様高いところは無理なんだって。うじこ出ちゃう。このまま地面にぶつかったらわしの綺麗な顔がないなし。てめえ、自分の顔は大
大事なくせにアスナの顔に塩酸かけるなんてふざけた真似しやがって。あん？わしは美人、あいつはブス。美人はブスに何してもいいんじゃ。どうかん。やっぱりお空飛んだぐらいじゃてめえらの腐った思考回路は綺麗にならないようだな。おら行くぞハルルカ。ラジャ。ハルとリカが空を飛びながら片板を二人で持った。こんなとこで何ができ今からハードロックのライブを開始するぞ。今日は特別ステージじゃ。いい音奏でろや。バン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 。あきゃー。いいよ、顔面ドラム専用板で顔面スカイドラムやめ。どうなってんだよこの怪力。空中で板に頭押し付けるとか超人だろ。腕力ドーピングだろこれ。それに関しては激しく同意 100% ジュース。ママの腕は空気抵抗をゼロにできるんだ。いや、どんな能力。陸からも空からも逃がさねえよ。全部私のテリトリーじゃボケが。いや、ドキュンの逃げ場なさすぎ。残り海しかないし。私の手にはパラシュートがあるんだ。てめえら助けてほしけりアスナに謝る。嫌なこった、あかんべー。いや、高度 4000m から落下しながら抵抗するとかメンタル強すぎ。美男美女は顔面底辺に頭を下げることはない。死ね。あん？リコ、大丈夫だ。どんな高さからも俺様が守ってやる。ちびった。しょー。いや、吊り橋理論で盛り上がってるし、どんな高さからも守るってどういうこと？漏らしながらカッコつけてんじゃねえよ、クソキモロリコを漏らしジジイ。もういいよママ、こいつらそんなに好き同士ならガッチャンコさせて頭かち割っちゃおうよ。あれちゃん、キャー、空中で聞ける罪人の端末も罪人の端末も、きた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 。サイコパスが興奮してるし。ってことだ、満場一致で罪人空中顔面シンバルスタート。じゃ地上に響かせろよ、オラ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 。いや、チャンネル初の空中生ライブ。ゴンゴンゴン、ゴンゴンゴン。いやおい、やめろ、頭割れるって。割れるところ見たい、割れるところ見たい、割れるところ見たい、割れるところ見たい。いや、新田さん、お空でトリップしちゃったよ。反省したか？アスナに謝る。私は悪くない。俺も悪くない。だってよ、ルカ。来た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 、ルカの出番だね。うわ、ピンクサイコパスのターン来ちゃったよ。刺激だけじゃ治らない、腐った脳みそ収納して頭蓋骨はもう潰すしかないよね。広告収入終了だな、これ。やパスやパス。おい、何する気。あれ、見覚えない。あ、なんだよこんなもんで。何が。嘘だろ、俺様に使うつもりだったのかよ。これは罪人の頭を2つ入れてネジを回すとチューしたまま押しつぶすおもちゃだよ。リコ&ショーの T シャツのデザインと同じだね。はぁ、あ、そんなことできるわけ。じゃあ試してみる。カポ。いや、真っ暗。やめてくれ、頼むから外してくれ。尺が押してるから一気にプチュっていっちゃうよ。頼む、許してくれ。わしが悪かったから。謝る相手はルカじゃなくてアスナでしょ。クラのブスにだけは頭を下げるわけには。反省してないんだね。アスナへのお詫びに食材の断末魔を聞かせてあげるしかないね。いや、私は端末魔を暗唱する趣味はないから。お前らの T シャツはリコ&ショー食材端末魔の最後のチューとして配布しておくからね。いや、現在版さらしきやめ。罪人頭蓋骨粉砕プレスまで3、2。怖いけど見てみたいから1。やめろー。ガチャン。はぁ、ガチャ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 、呼ばれて飛び出てお空の警察参上やけん。お空の罪人を、そう、スカイ大砲、大砲、たたたスカイ大砲。ちょ、どうなってんだ。見えねえ。頭蓋骨粉砕ヘルメット解除。カポ、リュカが二人の頭に取り付けたおもちゃを外した。クソポリー。いや、スズキッチ、空にも出動するの。いや、罪人は山奥にも無人島にも空にもおるけん大変やな。ちゅうわけやけ、署までご同行を。おい、助けてくれ。こいつらに空から突き落とされて殺されそうになってんだ。このままだったら死ぬ。なんば言いよっとか。背中を見てみらんね。パラシュートがついとやろうが。はぁ、何もつけずに突き落とすわけねえだろ。そうだよ、ルカたちが捕まっちゃうよ。しょ、ちゅうわけで署まで。いや、私らは悪くない。美人リコ様の下着見せるから許してね。見たいでしょ。俺も俺も、俺のパンツイタリアで取り寄せた最高級の。ああ、もうキモいキモいキモい、罪人のキモい下着なんか見たくないって。おとなしく同行せんなら裏ルートで行くぞ、ルカさんパンツ。頭蓋骨プレスプレス。あ、ピンクサイコパス先はやめて。私たちはパラシュートを開き、無事地上に到着した。その後二人は暴行罪、傷害罪、詐欺罪、横領罪、借稼ぎ罪などもろもろの罪で逮捕された。
私は弁護士を通して二人に慰謝料を請求した。それから半年後、私は新たにプロポーズされ、今日は結婚式だった。みんな、あの時は守ってくれてありがとう。いいってことよ。みんなが紹介してくれた名医由美先生のおかげで顔の傷も綺麗に治ったし、みんなには感謝してもしきれないわ。友達だから助けるのは当然だよ。あいつら豚箱の囚人たちにもリコ&ショーってバカにされてるらしいよ。 SNS でも空でビビってる写真が拡散されて、自称イケメンと美女の今世紀最強のアホ面って話題だよ。私、なんであんなやつと結婚したんだろう。やっぱ男見る目がなかったんじゃないですか。こら、キンク。耳が痛い。今度こそ幸せになれるかな。ああ、アスナの幸せは私が守る。アスナを泣かせたらボコボコにするからな。泣かせたらヤバソンで取り寄せたおもちゃの実験台になってもらうぞ。パソコンの中にある秘密全部ぶちまけちゃうぞ。言われなくても幸せにするよ。って俺のパソコンに見られたら困るもんなんかねえし。いや、バッグに金髪ストロングとピンクサイコパスと天才少女がいるとか怖いもんなし。アスナ、愛してるよ。絶対に幸せにするから。うん、嬉しい。私も愛してる。今度こそ幸せな結婚ができてよかった。